南阿蘇鉄道駅舎ホーム外略図立ての駅は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村大麻盾野にある、九州旅客鉄道、南阿蘇鉄道の駅である。JR 九州の豊肥本線と、南阿蘇鉄道の高森線の2路線が乗り入れる。高森線は当駅が起点である。JR 豊肥本線は、スイッチバック構造となって、JR は、 島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅前広場とホームとは校内踏切で連絡している。ホームは震災前は120メートルの長さがあったが、復旧工事の際に91メートルへと短縮された。ほか、損傷のあった上屋も新しいものに取り替えた。また、待合室のあった駅舎は2020年3月に取り壊されており、駅舎内にあった。 自動券売機もホーム上に移された。南阿蘇鉄道は短式ホーム一面一線を有する地上駅である。かつては島式ホーム一面二線であった。震災前は JR の駅本屋は JR ホームから見て構内踏切を渡った地点にあった。駅本屋を出ると正面に南阿蘇鉄道高森線のホームがあり、右手が外部へ出る折り返し階段となっている。 南阿蘇鉄道の駅本屋は高森線のホーム上にあったが、こちらも JR の駅本屋と同時期に解体され、今後は2023年頃と見込まれる高森線の復旧に合わせて、京城駅舎とする予定。現在は JR、南阿蘇鉄道ともに無人駅である。なお、JR は当駅で運賃の生産方法が変わる。当駅と赤水駅間は、 約 8km の距離であるが、標高差が約 190m あることから、勾配緩和のためのスイッチバックが設けられている。当駅の駅舎及びホームは、スイッチバック構造の底点に位置しているため、駅舎から入って、ホーム右側に、熊本方面行きが、ホーム左側に、大分方面行きが発着する。熊本方面から来た列車は、当駅で、進行方向を変えて更新し、 スイッチバック頂点に向かう。頂点でさらに進行方向を変えて前進し、大分方面に向かう。かつて運転されていた蒸気機関車牽員による臨時快速列車、阿蘇ぼうは、当駅とスイッチバック頂点までの間は、推進運転により更新していた。なお、JR 九州の駅でスイッチバックのある駅は、この縦の駅の他に、必殺線の大畑駅、 マサキ駅があるが、2020年8月8日以降、定期列車が運行されているのは当駅のみである。南阿蘇鉄道近年の1日平均乗降人員の推移は、下記の通り、駅周辺航空写真、スイッチバックの様子がよくわかる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成最寄りのバス停は、国道上にある縦の停留所。運行は、 参考バスが行って、共に、日号大津と、南阿蘇村、高森町を結んでいる。九州旅客鉄道法被本線普通世帯駅、縦野駅赤水駅南阿蘇鉄道高森線、縦野駅徴用駅。ありがとうございます。